悪い言葉ばっかり言ってたの。コンプレックスの塊だった俺はさーっとこう救われてさ、もっともっとみんなにいいタトゥーを彫ってあげたい、でもっと喜んでほしい。最後に、ね、めっちゃやらかしたけどね。ホリダイチャンネル。はい、どうも皆さんこんばんは、好きな言葉は親孝行、ホリダイでございます。まあ今回も撮っていきましょうか。はい、撮っていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、なんか大さん、さっき2回走ってたんですけど、どうしたんですか？2階とか言うなよ。俺の部屋が2階だってバレんじゃん。本当に。いや、単純にピアスつけるの忘れてたなと思って、さっき最後の方にこれ触ったら、あっと思って。あ、なるほど。うん、一応、つけるもんはつけとこうかなと思って、取りに行っただけの話なんだけど。なるほど。ちょっと忘れも重いね、最近ね。しょうがないね。もう年だから、ある程度。はい。まあ、そんな感じでやっていきましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、で、今回はどのトピックから？前回考え方が変わったっていうところまでお話しいただいたんで、その考え方が変わってからのところをお話しいただければと思うんですけれども、まあその斎藤ひとりさんの本で、まあ考え方変わったっていうことだったんですけども、まあどういうふうに変わったのかっていうのをお教えいただければと思います。まあ最初にね、これ本当に俺の大好きなおすすめの本だから、ぜひみんなにも読んでほしい、本が好きな人には、はい、斎藤ひとりのついてるっていう本なのよ。こんなちっちゃくて、はい、まあ本当にまだシングル CD がついてるような、ほう、そうそうそう、まあそこに書いてあって、俺がこうすごくなんて言うんだろう、グッとこう胸に来たのは、その時の俺ってなんて言うんだろう、悪い言葉ばっかり言ってたの。うるせえとか、知らねえとか、あ、なんか人のことをこう卑下するような言葉ばっかり使ってて、でそれもやっぱ言えば言うほど自分でも嫌だったんだよ。強がってる自分が恥ずかしいというかさ。そう、でもひとりさんの本読んで、まあついてるっていうことで、自分に月が回ってくるためには自分の行動から変えていかなきゃならないっていうことが書いてあって、なるほど、そうそう、それがまあベースなんだけど、まあそうだよなって思ってて、一番最後のそのおまけページに載ってた劣等感の話があるのね。ほう、で劣等感っていうのはその自分で払拭できるものだと。もしあなたが明日その劣等感をやめるってなったら必ずそれはできる。ただ諦めることも何度もあるかもしれない。でもそれは一過性のもので、雨が降って晴れが出るようにそういう風になっていくから、あなたはもう劣等感を感じなくていいんですよっていう、まあすごい簡単に言うとだけど、コンプレックスの塊だった俺はそれを見た時にさーっとこう救われてさ、でもともと人に喜んでもらったり人に感謝することがすごい好きだったから、ちょっと悪ぶってたけど、調子の力はそれのおかげでね、すごくこう気持ちが前向きになって、もっともっとみんなにいいものを、なんて言うんだろう、いいタトゥーを彫ってあげたい、でもっと喜んでほしいという気持ちに変わったんだよね。あー、なるほど、うん、めっちゃ真面目な話だね。そうですね、珍しいですね。珍しいっていうのほんで、はい、でまあそうですよね、うん、それで考え方が変わって、仕事への取り組み方っていうのも変わってきたんですか？全然変わった。これちょっと専門的な話っていうか、まあ保守的な話になっちゃうんだけど、今までは自分が作ってるものが自分が書けるものとか自分の実力が好きじゃなくて、それをごまかすために何かこうすごくいいものを真似したりとか、そのオリジナリティっていうものよりもその何かを参考にして作って少しでも自分がよく見えるようなハリボテみたいな仕事してたのよ。それが変わったね。うん、その俺のその時の相方、まあ一緒に遊んでた悪友なんだけど、第三には第三にしかできないことがあるっていうことをちゃんと気づいた方がいいよって言われて、それ俺劣等感が強かったから、自分が作るものなんてっていうふうにやっぱ思っちゃってたのよ。うん、だからそれが変わってすごい楽しくなったね。下手くそ、まあ俺もあの時、まあ、今でも自分が上手かどうかって言ったら自分の理想の自分には程遠いからまだ全然ダメなんだけど、でもその時はもっと余計で、そう、でも今これを変えなきゃ自分のものを自分で作るものっていうのはできないと思って、そっからもうガラッと変わった感じだね。うん、だからお客さんに対する態度とかももっと良くなったしね。うん、そうだな、そこは本当に一気に変わったね。なるほど。うん、でもそれで、名古屋でのお仕事が、うん、まあ、もう順調に進むようになってったと思うんですけれども、うんうん、
でも今活動してるのは地元じゃないですか、うん、地元だね、うん、なんで地元にこう戻ろうってなったんですか、そのきっかけとかあれば。いやもうきっかけは秋代さんが誘ってくれたからだよね、単純に。もう俺はずっとスキンエボリューションで働きたくて働きたくてしょうがなかったんだけど、タイミングが合わないっていうのと、あの人がもう、あのもういいや、うちは一人でやるからみたいな時期がずっと続いてたんだけど、たまたまあの2008年か、そうだ2008年にスキエボを拡大して、まあ1人2人入って、まあそれがあの前にもちょろっと話したか話してないか分かんないけど、俺の兄貴みたいな、まあ先輩堀氏も行ってて、で大ちゃんも来ればって言ってるよっていう話になって、でもう本当に思い立ったらすぐ行動だから、なんとかかんとか社長に納得してもらって、まあ最後までもうちゃんと売り上げ叩けるだけ叩いて有終の美をと思って、それでまあ卒業させてもらったっていう形になるんだけど、うん、そうそうそう、なるほど、うん、じゃあもうそれで順風満帆に名古屋を卒業できたっていうところなんでしょうかね、うんうん、最後に めっちゃやらかしたけどねやらかしたんですねあれはね、今でも新鮮に覚えてますよ、もう本当に。ルーさん最後に、まあ、送別会だよね、お疲れ様でしたっていう結構大きい会を開いてくれたのよ。でそれでどこなんかいい中華料理屋さんみたいなところで20人ぐらいでお疲れ様でしたってやって、俺はもう皆さん本当にありがとうっていう気持ちを込めて言ったのよ。あ、ごめん、言ったのよそしたら何が並んだと思う？ほう、何が並んでたんですか？ピッチャーかと思うじゃん、この話の流れ。あー、そっか、ピッチャーで始まりましたもんね。4号瓶の日本酒が30本ぐらい並んでてよし、大ちゃん、行っちゃおうかって言われて、はぁーって思ったけど、最後バシッと決めるかと思って、それを全部一気したの。どこまで飲んだか覚えてない、10本ぐらいまだ覚えてるんだよな。で、俺のお疲れ様でした会、送別会が始まって8分後ぐらいにも記憶がないの後から聞くの怖いから。でも起きたらスタジオの自分のブース使わせてもらったブースのベッドでこうやって寝てて、パッと起きたらうわーってなって、え、やったなと思って、そしたらそのそこで見習いやすさ子がいて、はい、あ、大さんお疲れ様でした、大丈夫ですかって言うから、え、昨日、いや、もう聞きたくない、聞きたくない、お世話になりましたって言って荷物まとめて、また望みでこういうなんだよ、最初と最後一緒じゃねえかよと思って帰ってきたっていう話でした。いやー、恐ろしい、はい、あ、じゃあもう記憶がないところはもう、まあ後から聞いたけど、あ、なるほど、まあちょっとね、もう俺思い出したくもないから、もういいわそれは。思い出したくないもん、もう。なるほど、はい、最初と最後はしっかりやらかして終わりましたはい、なるほど、はい、じゃあもうここから、まあ、地元に帰ってまたお仕事をするっていうお話になると思うんですけど、うん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 、またそれは次の動画で、はい、お話しいただければと思います。わかりました。はあ、やだやだ、なんでこんな過去の恥ずかしい話をしなくちゃならないだろう。なんか言えよまあこんな感じでいいかね、はい、うん、OK です。今回も最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。